伝ゆたは、中国五漢時代末期の政治家、武将。字は、元明。奇襲巨禄軍の人とも、また、没海軍の人とも言われる。若い頃から、剣謀術作に長じ、白学多才の人物として、なお知られていた。最初は、茂る際に推挙され、侍御史に昇進した。冠岸の戦王などを見て朝廷に嫌気がさし、官職を辞して郷里に引き上げた。 その後、新杯と共に、奇襲牧官服に仕えたが、二人ともその豪直さから、うんじられた。初平成2年、炎章は漢服から奇襲を奪うと、へりくだった言葉で、伝報らを招き、伝報を奇襲別画に、新杯を奇襲地中に任じて徴用した。伝報は、炎章の命令によって、元同僚の孔武氏、林順を殺害した。 初平成3年正月、延章は、高孫3と境橋で戦い、菊吉の活躍により、高孫3軍を大破したが、商法により油断していたところを敵機兵に包囲され、窮地に陥った。伝法は延章を物陰に隠そうとしたが、延章は兜を脱ぎ捨ててその場に踏みとどまった。曹操が検定を巨都に迎えると、伝法は、巨都を襲撃して、検定を奪取することを、 たびたび進言したが、炎章には受け入れられなかった。懸案4年、炎章は、高孫さんを攻め滅ぼしたが、これは、伝法の策謀のおかげであった。その後、対、曹操の戦略をめぐって、伝法は、祖父と共に自給戦略を主張したが、炎章は、心配、格面が唱える、短期決戦戦略を採用した。検案5年正月、曹操は右近に、 炎章戦の先陣を任せ、自らは、助手で反逆した劉備を攻撃した。伝法は、助手で、劉備と戦っている曹操の背後を襲撃するよう、進言したが、炎章は、息子の病気を理由に遠征を許可せず、近くの野別を攻撃して、ウッキンに撃退された。伝法は、杖で地面を叩いて、悔しがり、それを聞いた炎章は伝法をうんじるようになった。同年2月、 京都へ進軍しようとした炎章に対し、持給戦を主張して、懸命に監視したが、炎章は、軍の指揮を損なったという理由で、電報を投獄した。電報が従軍しないと知った曹操は、炎章はきっと敗北するぞと喜んだ。同年10月、電報が危ぶんだ通り、炎章は、関和多子の戦いで、曹操に大敗した。その後、 炎章は伝報が自分を笑いのにするだろうと再疑し、これを殺害してしまった。なお、三国志炎章伝の中に引く、先見行状によると、伝報と献烟の中であった、法規の残言が原因であったとしている。曹操は、もし炎章が伝報の検索を用いておれば、与と炎章の立場は全く逆のものとなっていたであろう、と語っている。また、三国志議書、 炎章伝の中によると、歴史家の孫森は、伝法、祖樹の地望は、長領、陳平に匹敵すると称賛している。伝法は、炎章に、先見性のある進言を何度も行ったが、豪直な性格で歯に衣着せぬ、厳しい発言をしたため、次第に炎章に疎まれるようになった。この点については、曹操軍の順位が、強史上で上に逆らうと指摘した通りである。 また、三国志の注釈者である、敗将子も、主君を誤ったがため、忠説を尽くして死ななければならなかったと外端している。小説、三国志演技における、伝法の辞席も、生死及び廃将史中の記述におおむね従っており、暗君に仕えて、悲劇的な最後を遂げた人物として描かれている。曹操との戦いの際には、史実通り、袁紹をいめて投獄される。 果たして伝報が危惧した通り、炎章は勘渡しで早々に大敗してしまう。炎章が伝報の還元を聞き入れなかったことを後悔していると、後期が伝報は獄中で主公の敗北を洗っていますと残言する。激怒した炎章は死者に奉献を持たせ、伝報の処刑を命じる。獄中の伝報は極里から敗戦を告げられ、 炎勝軍は大敗して帰ってきますから、必ずあなたは徴用されるでしょうと喜ぶ国利に対し、伝法は、炎章軍は、上辺は、寛大に見えて内実は、嫉妬深く、敗下の忠誠を大切にしない。勝てば喜んで私を許してくれたかもしれないが、今敗戦して、それを恥じている以上、私は生きることは望めまいと述べる。果たして炎章からの使者が来て、伝法を斬守しようとする。 自身の運命を悟った伝報は、涙を流して悲しむごくりの前で、主君を見抜くこともできずに仕えたことこそ無知というもの。今日死ねとしても何を惜しむことがあろうかといって、極中で自害する。A.B. 先見行場。ありがとうございます。